はい、レオンです。今回はプレイステーションストアの方でバイオハザードリマスター3体験版のダウンロードからインストールしてみたのプレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。たった今ね、これバイオハザードリマスター2インストールしたん、ダウンロードインストールしたんだけどね、次はねリマスター3の方をちょっとダウンロードインストールしようかなと思ってますね。こっから行きますか。あ、こっからできるかな。ストアでアクティビティできないね。さっきダウンロードしたのバイオハザードリマスター2はね、少し経ってるんだけど、リリースされてから。このバイオハザードリマスター3はもう配信されたてほやほやなんで、デモ版入手可能ということでね。ちょっと体験版のこのページではムービーが見れないんで、ちょっと、一旦製品版の方で、ちょっとページから、ムービー見てみましょうか。Many people be infected. This city is completely cut off, isolated. Don't look at me like that, all right? I'm not an infected. But right now it's got a hard on for the only two stars left in town. They don't need a bleeding heart like you getting in the way. Star's office has to be in this direction. It gets worse every night. They don't want the world to know what they've done. What's wrong with Umbrella? Get in! I can't stop them all! You gotta get out of there! You guys are the ones who caused all of this! No, wait! Oh, come on. We've gotta be dreaming. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella Corp. これもまたかなりグラフィックが格段に向上してますか。ジルバレンタイ最高だわ。めっちゃ可愛いわ。すごい。追跡者っていうのが出るんだよね。これはレジスタンスっていうゲームモードか。今回の体験版はね、本編のデモなんだけど、
このレジスタンスっていうのはね、エクストラゲームになってるみたいで、それはまたこれの体験版は今月の27日にリリースされるみたいでね、体験版。今時刻3月24日水曜日なんですけどね、あと3日後ですね、金曜日に、3月27日金って言ったら土曜日か、土曜日だね、土曜日にリリースされるんだね。体験版容量がね、バイオハザードリマスター3ラクーンシティでもプレステ4体験版 8GB、 ちょっと大きいですね。2020年3月19日まだ5日しか経ってないんだね。内容の説明、1999年に発売されたバイオハザード3から21年、もうあんなに経つのか。究極のクオリティで生まれ変わったバイオハザードリマスター3をいち早く体験できるバイオハザードリマスター3ラクーンシティデモがここに登場。その名が示す通り、ラクーンシティで発生した惨劇の一端を垣間見ることができる。次第に崩壊しゆくこの街で迫り来る脅威から生還せよ。このデモでは専用チューニングを施したゲーム序盤のゲームプレイが何度でも楽しめますということで、このバイオハザード3からね、初めてあのザ・マーセナリーズっていうのが追加されたんですよ、導入されたんですよ。 だけど今のあのバイオあのザ・マーセナリーズとは違った感じだったんでねこれ体験版早速ダウンロードしてみたいと思います。ダウンロード開始しました。ダウンロードに追加されましたバイオハザードリマスター3ラクーンシティでも評価、これやってもね、グッドボタン押してもまた戻ってるんですよ、リセットされるんですよ。これこちらですね、アプリケーションダウンロード中。これも10分ぐらいで終わるんだね。さっきのバイオハザードリマスター2と一緒ぐらいですね。容量大体一緒ぐらいだからね。これも一旦切ってから、ダウンロード完了後の、ダウンロード完了する前にね、また録画再開して、で一本の動画にしようと思ってるんでね、こちらですね。はい、一旦切ります。はい、続きになります。あともうちょいでダウンロード終わるんでね、2、1、ダウンロード終わりました。でインストール中です。インストール一瞬で終わるんで、インストールしました。バイオハザードリマスター3ラクーンシティでもたった今ダウンロードインストール終わりましたね。ちょっと紹介するのちょっと忘れてるのがあるんで、エクストラゲームのレジスタンスっていうやつちょっと紹介するの忘れてたんでね、ちょっと紹介して終わりたいと思いますね。ゲームページ。あれでも、あのページあったと思うんだけど、ちょっと。あ、これだね。これまだなんですよ。あ、でも体験版、ダウンロードできるんだ。ただ、開始されてないんだよね。これは別で紹介しようかな。10ギガもあるんだ。あれは別でやるんでね。はい、以上にしたいと思います。はい、今回はね、あれ？なんでこれ？はい、今回はね、
プレイステーションストアの方でバイオハザードリマスター3ラクーンシティでも体験版のダウンロードからインストールしてみたの、プレイ実況をやっていきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。